心の中にある思想を、それは誰にも止められぬ激しい残酷な思想を、それをやめれば僕は死ぬ。だから顔を切り裂き、体を二つに切り落とし、血を抜きすすり飲む。内臓を踏みつぶし、体をナイフで切り刻み、指を削ぎ噛み砕く。この思想をやめれば僕は死ぬ。だから毎日獲物を食らう。この思想をやめれば僕は死ぬ。だから思うがままに生きる。だから